おはようございます。釣り子 TV です。これ今勝のレイジースイマー、気になっていたですね、スイムベイトですね。これが一つ買うことができたので、早速ねどんなルアーか開封していきたいと思いますね。春先なんかにね使う機会が多くなるんじゃないかなっていうね、こういう感じのルアーね、ジャストなタイミングでね発売開始っていうことで、今かつ今年この春の新製品ラッシュすごいですよね。ギルロイドミニであったりマジックスプーンであったりね、このレジースイマーであったり一気に出てきたなっていうことでね、なんとかね一つね買うことができたので、じゃあね開けていきたいと思います。どんな感じのねルアーなのかなっていうことで、はーい、はい、ね、こんな感じのパッケージに入っていて、ポーンと、あ、これでボックスに入れとけばいいか。あ、いいですね。こんな感じのすごいいいケースね、型崩れしなそうな入っていて、出してみると、はい、こんな感じ、ね、フックはこのお腹のところにね刺してセッティングするんだと思うんですけども、わー、これはなかなか、あはー、すごいな、ね、この特徴的な、まずお尻のテール部分、はい、これね、これがふわーふわーとこうバスをね誘い続けて、ゆっくり引くと思わずバイトしちゃうっていうね、そういう感じみたいなんですが、このね薄くて、そんでもって後ろがこうぽっこりねなっていて、でさらにここをね切ることによってあるね特殊な性能が手に入るっていうね、あの動画とかでもいっぱい出てましたけども、でこのお腹周りのフックの接続はこんな感じ、くるくるとね、バスがかかった後はこれがパンと外れて、そんでくる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 ってね、バレづらいように、動き回ってくれるっていう、こういう感じのねセッティングになってますね。で背中の方には最初から針がこういう感じでついていて、はい、こんな感じのルアーなんですけども、でお腹のところにこれ刺すのかな、こうちょっと真ん中を入れて、はい、まあ実際に使うときはこういう感じでね、針がプランプランならないように差し込んで、それでもってね、キャスティングするでいいんだと思うんですけども、これはね、なんだろう、サイズ感が本当絶妙ですね。はい。で、後ろの方にこうね、説明書きがいろいろ書いてあるんで、ちょっとね、どういう感じなのかね、見ていきたいと思います。レイジースイマー、ね、新開発デモンテール装着。スーパースロースイミングに特化した超ナチュラルスイムベイト、レイジースイマーはスローリトリーブでもデモンテールを左右に規則正しく振り子のように動かし、重量感のある水押しアクションを発生させるデッドスロー特化型ナチュラルスイムベイトです。インナーコアに浮力体が内蔵されており、 0.6g から 1.1g のネイルシンカーでの微調整で完全に水平姿勢をキープします。1年中どこでも効果を発揮しますが、特におすすめなのがプリ・アフター問わずスポーンと名が付く季節、ゆっくりと水面下を無警戒な魚を演出しながらリトリーブするのが有効です。ポイントはレイジースイマーのナチュラルさと、レイジーさを際立たせるためにとにかくゆっくりリトリーブすること、常にバスの目線より上で見せてやることでより無警戒でレイジーなベイトフィッシュを演出することができます。レイジースイマー最大の特徴は、
これまでリッジテール系スイムベイトでは不可能とされていたダート性能を手に入れたことになります。デモンテールセンターにあるくびれに沿ってハサミでカットし、このイラストが書いてあるんでちょっと後でアップしますね。上下に分かれたスプリットテールにしてやることで静止時から強いジャークでリアクションバイトを誘えるダートアクションが発生します。スプリットテールにしても通常のスイミングアクションには大きな変化はなく、むしろ上下のテールがバラバラに動くためより複雑で柔らかい水流を発生させる効果もありますということで、このね、後ろのところにね、さっき説明であったですね、デモンテールのくびれから中心に沿ってハサミでカットするっていうね、こういう風に書いてありますね。これをこのくびれのとこでね、カットすることによってこれがバラバラーとこう動くようになって、これによってその2つがこういうねじれの動きをした時に、このテールがなんというか、動画で見ているとこうちょっと左右にこうなる状態によって、こうボディがこうダートする。今までのやつだとこれが抵抗になって、強いアクションを入れてもグッ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 としか動かなかったのが、ここをスプリットテールにすることによってブリブリって動いて、グリッとこうグリッと食わせのダートアクションが入れられるようになるっていうね、こういうことみたいなんですよね。ちょっとね、まずはこのスプリットテールにしてない状態でね使ってみたいんで、ちょっと今日切ったりはしないんですけども、ここがねギミックで、ここら辺を調整することによって、なかなか今までにない食わせのアクションが出せるって、こういうことみたいですね。であとこのね背中の方にね、こう硬い何かねこうつまむと分かるんですけど、ここに浮力体が入っていることによって、基本的に上のレンジを非常に攻めやすい、そういうセッティングになっているみたいで、このネイルシンカーとかを任意に入れることによって、その水温とかによってジャスト、まあ、サスペンド気味とかスローシンキングとか、はたまたもっとね上のレンジを攻めたいとかね、いろいろチューニングにも対応しているよっていうね、こういうことみたいですね。まあこれに食ってくるサイズのバスだったらね、結構大きそうなバスが狙えそうなんで、ちょっとね、河川ね、まあ春先の暖かい雨が降っている時とかね、そういう時に投げてみたいなと思ってね、なんとかね一つ買ってみましたね。早く投げてみたいんですが、なかなかね、ちょっと今忙しい季節になってくるので雨の日狙い撃ちできるかも、はたまたね晴れてる時とかでもね、チャンスがあったら雰囲気がある時とか、何にしろプリアフターね、スポーニングと、名の付く季節には、絶大な効果を発揮する、こういう感じで書いてありましたんで、で今出てくれたんで、ここから4月5月ぐらいまでね、タイミングがあったらね積極的にね、デカバスを狙って投入してみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今勝から新しく登場したですねレイジースイマー、ウェイトはね、48g ね、これ書いてあったけどさっき読まなかったんで、はい、これを買ってきてみたよっていう、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。